ものはありますか？次はどうしよう、お弁当ですね。どうぞお使いください。こちらをどうぞ。どうぞお使いください。どうぞお使いください。次はどうしましょうか？ご分を。よし、やってみよう。よっと。兄弟のお手並み拝見だ。わかったぞ。せーの。うまくいったな。ジョエル先生。なんだね。先生がこっそり釣りに出かけるといつもミラネーが慌てて探してて、俺ミラネーを困らせる先生が好きじゃなかったです。そうかね。ノーマンが我が物顔で支配するカルナックも気に入らなかった。そこで町長をやってる親父も、ひよって暮らす大人も嫌いでした。でも母じゃや親父がいなきゃ、俺はカルナックで死んでたかも。先生が釣りを教えてくれなきゃ、ここで飢え死にしたかもしれねえ。俺自分のことほんとバカで都合いいなと思うんすけど、先生も母じゃもありがとうっす。え？グレン君、なんていうか君らしいね。あ、
どういう意味ですか。いつも全力で物事にぶつかり、一生懸命悩み行動しようとする。君を見ていて、かつて私もそうだったことを思い出したよ。え？人は、この世界は脆い。でも、この脆い世界で一つだけ確かなことがある。こうして私たちが生きているという事実だよ。はあ。たとえ自分の人生でも、結果を自由に選ぶことはできない。理不尽なことや不公平なことは世の中にいくらでもあるからね。おう。だからこそ、せめて自分にできることは一生懸命やろうじゃないか。だから魚を釣るんですか。タイラントの流れは変えられないが、魚を釣ることはできるからね。私たちノーマンはそれを生きる選択と呼ぶ。なるほど。みんな同じなんだな。とりあえず腹ごしらえですかね。あ、カージャ君の言う生きる選択だ。よし、勝負だ。俺100匹は釣ってやりません。負けんよ。釣れそうだな。こいつは大昔の建物の残骸か。船の墓場になる前はどういう場所だったんだろうな。どこだ。この沼を歩いて渡るのは難しそうだ。周辺を調べてみようぜ。
捕らえた。ますます息が合ってきたな。油断せんなよ、アーベル。そこだ。ここなら釣れそうだな。珍しいな。you
行くぞ行くぞ、いいものみたいだ。
アドル君、よく来たの。今日はすこぶる調子が良くてな。久しぶりにお気に入りの釣り場に来ることができたんじゃ。そりゃもちろん、この島で一番の娯楽じゃからの。故郷の海でもよく釣りをしたもんじゃ。ハッティ、わしの故郷はどこじゃったかな。まあいい。どうじゃ、君も一緒に釣り糸を垂れてみては。おや、その小瓶はちょっといいかの。これは情景の島の地図じゃの。見覚えがあると思ったら、これはわしが書いたものじゃな。見るがよい。地図の底かしこに×印がつけられておる。この印こそ、この印こそ、すまん、なんじゃったかの。ああ、すまんの。最近体の調子が良くて、いろいろ思い出せそうな気がするんじゃが。まあ、この地図は君に渡しておいた方が良さそうじゃな。君がもう少しゆっくりできると嬉しいんじゃがの。アドル君、また来ておくれ。
よっと。このアンティークいいじゃねえか、気に入った。これならもっと奥も調べられそうだな。いいものみたいだ。何しに来た？まだ何かある？一応やるよ。